サワイアンチャンネル。えいったー、皆さんこんにちは、サワイアンチャンネルです。しゃー、素晴らしい響きです。すげー響きじゃん。おい、拍手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 起きましたよ。逆に恥ずかしい。恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい。はい、てことで、本日、こちらどういう場所なのかわかんないですけど、カッと鋭いデスターもうすでに気づいてる。カッと鋭いデスターもうね、のガン決まりしてるよ。ガン決まりする。はい、でも本日千葉ジェッツさんの方にお邪魔しております。よろしくお願いします。本日なんですけども、まあ久しぶりのプロバスケットボールプレイヤーとのコラボレーションということで、はいはい、やはりね、サワヤン、誰が相手だろうが、正々堂々とガチガチに立ち向かっていくということで、本日、僕たちの相手、いや、餌食となる選手、お二人を紹介したいと思います。ご視聴になります。富樫選手と原選手でございます。よろしくお願いします。もうね、すごい方たち来てもらいましたから、とんでもないことですよ。これすごいですよ。話を聞くと、原選手とは大学時代に、松地アツプを経験したこともあります。そうです。で、富樫選手とは、今回初対面ということで、はい、ってことで、まあ、本日はそんなもう大学時代ブイブイ、ね、シューターとしていらっしゃった原選手から、はい、もう神の、ね、富樫選手と、まあ、勝負していくわけなんですけども、今回ね、はい、松子を勝負しても、まあ、勝ってないのは目に見えてる、正直。確かにね、うん、まあ、分かんない、やってみればもしか勝っちゃうかもしれないけど、はい、まあ、より勝つこのパーセンテージを高めていきたいということで本日、まあ、フリースロー対決やっていくんですけども、目隠しでやります。お互い、お互い、お互いです。大丈夫ですか？一本も入んないでしょ。いいっすねー。大きく YouTuber 向いてますね。フラグの立て方がすごく素晴らしいです。素晴らしいフラグの立て方。オッケーオッケー。はい、ってことで、どうですか、目隠しでフリースロー打たれたことありますか？常に。常に？違う、実は。そんな練習目に取り組んでるんですか？目隠しで打つ。いや、ハリースって存在しないと。ほんとに？いやー、なんか最近なんかプロバスケットボールプレイヤーみんなさ、なんかこう、煽り体制ついてきてる。そういうのそういうのにもう取り入れてきてる、もしかして。煽りが通用しないっていう。なるほど、じゃあちょっとやってみなきゃわからないですから。もともと俺らするそう、もともと僕ら試合予定だったんで、でも多分俺がしなくて2人がして、でなんか僕らだけ入って、そんなふうに、そりゃ勝って当たり前だろって絶対アンチコンで帰ってたってやつやから、そう、土俵を合わせてあげてるんだ。僕ら勘違いしないと。ありがとうございます。対等に、そう、対等にやってあげてるんだ。はい、アンチコンいます。アンチコンいます。すごい、今かけすごい今日調子乗るの。もうみんなかけてる。上で中心に入れてる。ということで、はい、導入部分ここまでしたので、早速やっていきましょうか。はい、ちょっとだけアップさせてください。え、皆さん、知らない方多いと思うんですけど、1時間前すごいぞ。千葉ジェッツ汚いから俺ら来たら、もう普通に今度やってるから、ずっとすごいんだよ、みんなアップできてる。いい汗かいてるもん、そうそう、フリースローにアップいりますよ。ちゃんとこう、感覚をね、しかも初めて来ちゃった。皆さんだって普段練習してる体育館でしょ。俺ら初めて来てるわけ。完全にどうせ見ないから。うざい。フリースローの距離どこも変わんないから。アイマスクとここのね、ここのマスクもないので、ガムテープちょっと貼っちゃってこの人で。はい、ちょっと出来上がりですけど、よろしくお願いします。じゃあ、アップしていきましょう。シェイシェイ。ってことで、じゃあ、こちら、アイマスク、目隠し。じゃあ、一回つけてみます。外しそう。まあ、てことで、まあ、その冗談はさておき、やっていきましょうか。ルールとしては、10本あの、あ、に、あ、違う、10本打って、何本入る。そう。だから、1人5本打つ。1人5本。で、交互に打ってって、そうで、最後10本打ち終わった後に、打ち終わって、どっちを決めてるか。つけるタイミングは。つけるタイミングは。あ、確かに、そう、そこも重要だね。細かいとこ聞いてきましたね。本当に、はさ、いつでもいいよとか言わないじゃないですか、こんな。つけるタイミングはちっちゃいこと聞いちゃって、可愛いとマジですからさ。
じゃあこう来て、もうお兄ちゃんルーク立って、ここから、ここから打つ。構えてリリースする瞬間に目隠しするのが大事です。なるほど。あ、声なしですよ。ダメです。あの、バレないと思ってバンプにイライラして、看板けどなしですからなしです。バンプなしです。看板ないですよ、仕掛けないです。今日、看板ないです。バンプなし。バンプなし。バンプなし。バンプさんなきゃ。なしなし。バンプなし。気をつけてくださいね。ということで、やりましょう。しゃ、事前のスカウティングによると、はい、おー
追い込まれてきた、これなら出し切れない。
集合どうする、どうする、さあでもさ、エアボールマイナス1点じゃね。確かに富樫選手の普通にスルーしてたけど、これで引き分けで延長する、引き分けで延長でしょ、最近に決めてあのサドンデスこれ、うん、どうそうでしょ、だってプロでエアボールなんてどうなの、普通にどう考えても自分から今のマイナスでもねえ、そう普通に言うけどさ、なんか普通に流してさ、やべえ外しちゃってとか言ってたけどやばいでしょ、普通に言うしていいの、そんなに、だってこれからさ、ジャパン引っ張っていく人だよ。ちょっとあの、一つ気づいたことがあったんですけど、今プレイバックしてビデオついに行ってプレイバックした時に富樫選手のやっぱりエアボール、はい、これってそのやっぱあってはならないことなんじゃないかなと思って、さーって流しちゃったんですけど、普通そこってなんか、ああ今の俺やっぱマイナスいってんだなみたいな感じにするのかなと思ったら、そのサラサラサラって次行っちゃったんで、今1対1だと思うんですけど、で次いやでもエアボール別に普通に外すのも別に入らなかったら1点、余計なの、余計なの、ちょっと待ってください、もう一回集合してください。まさかの ここのここで YouTube のエンタメで分かってないの人、年寄り分かってないぞ、土下座ってやつを求められてる、あのこれ土下座系、もしかしてこれ土下座系、大会にはもうそれしか通じない、これ土下座系なの、これプロにはあの人の大会じゃないよ、でもアメリカ行ってるからずっとアメリカの文化だから全然違うよ、握手、握手かな、手何がいいんだろう、とりあえず黙って土下座する一回やってみる、もしかして通じるかもしれない、今マイナス言ってるじゃん、はい、いいっすか、まあいいでしょう、はい、やるから早く言ってよ、まあ、サドンデスはどうだ、何を言ってるんですよ、アメリカの文化だ、どっちか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 でかい方法がいい、ゴリゴリの日本の文化だ、とりあえず日本だし行こうかと思って、今延長で最後に決めて外したらもう終わりです、じゃあ交互に、交互に行きましょう、ありがとうございました。
とこの後あの千葉ジェッツさんの方でもね、あの面白い企画が待ってるということなんで、もう多分2対2で、はい、対決される。あの動画エロでリンク貼っとくんで、ちゃんと皆さんチェックのよろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。ってことでまた千葉ジェッツさんの動画でお会いしましょう。バーン。